ごきげんよう、高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2022年11月の16日水曜日です。今日はこの私の家から、半径400メートル、400メートルですね、院内をぐるっと、回ってみたんですが、柿がすっごく今年豊作なんです。異常のというぐらい豊作です。とにかく木がもうこう垂れ下がって折れそうなんですね。私のところの柿も一本折れたですね。こうあまりなりすぎて柿が、そんな豊作です。それで、今日は、その柿を撮って、写真を撮って動画を撮って今歩いて帰ったところです。この後見てもらいます。今どれがなってるか見ていただこうと思います。我が家の柿ですが、もうだいぶ取ったんですが、でもまだなってますね。これ柿これなってますね。いやー、すごい。行ってみようかな。こんな感じで柿だ。柿があまりにも素晴らしくなってるので撮ってみます。これだけなるの珍しいと思いますね。すっごい、もう木が、そして今回葉っぱはすごく落ちてますね、この柿は。ですからすごいですよ、なり方が異常ですよね。わあ、ちょっとアップで言っても、これほんとちょっと異常になってます。木がもう危ないです。木がもう折れそうです。我が家の柿も折れましたけど、ほんと折れそうですね。いやー、素晴らしいです。これもすごいですね、合ってますね。いやー、合ってます。柿なりすぎです。うわー、すごい柿ですね。この柿も種類が違いますが、これもすごくなってますね。珍しいですね、これだけなるの。これだけなるとしては珍しいと思いますが、これもちょっと、これは昔で言うと渋柿なんですね。吊るし柿になる柿なんかな。これすっごいすっごいですね。これちょっと種類が違うので、うわ、これなんかもう木が完全に曲がってますね。曲がっちゃってる。曲がってます。うわぁ、すんごい。すんごい感じです。こんなのないね。なんかね、柿見てきました。これだけなるのは珍しいと思います。これもすごいな。これもすごいですね。本当の木が折れそうですね。いやー、柿ですね。おお、面白い。また品種の違う柿ですね。
ですが、ああ、ちょっとね、行ってみましょうか。小さい柿なんだけど、面白い柿ですね、これも。こんな柿ですね。小さい柿ですが、おお、面白い柿ですね。まあこれも吊るし柿用の柿ですかね。これもなってますよね。でもすっごい、もう危ない。ですけども、すっごいなってますね。いやー、今年の柿はもうちょっと慣れすぎですね。柿もすごいですね。柿もすごいですね。これもすごいな。これもすごい柿だな。よし。これも葉っぱが、柿もこう葉っぱがある残ってる柿と葉っぱが全部なくなってる柿です。これもすごいですね。これもちょっと種類が違いますかね。この柿もすごいね。いやー、これが葉っぱがガンガン残ってる柿。うおー、これも危ない。木が危ない。木が危ない。折れそうな。いやー、これも折れそうですね、柿が。いやー、うわー、すごいね。もう小さいけどすごいなってます。いやこれが糸井大塚古墳です。近寄ってます。広島県史跡糸井大塚古墳、その古墳の、これが古墳です。古墳の横にもう柿があります。ちょっとこちらの角度でちょっとアップって、よいしょ、なってるかな、なっているんではないけ。これは柿かー。なうおー、こんな感じで古墳が、こういう形で古墳の標識があります。あー、これは秋の景色です。秋の景色、秋の景色、お寺の風景もなかなかいいですね。ずっと回って秋の風景があって、で古墳があって標識です。はい、帰ってきました。一回りしました。山の近くに、この面白い崖ですかね。これもすっ
ごいですね、これも。この柿も、すごいことになってますね。わお。はい、最初の方に撮った柿の角度を変えて離れて撮ってます。ここに撮ったんですね、最初ね。この家のも撮りましたね。この柿も最初に撮りましたね。曲がってずっと取って歩いたんですね。ここに柿がありますね。ちょっと歩いてみようか。歩いてみよう。ああ、です。わお、おお、これも、おお、この、これも柿ですね。うわ、これなら、すごい、気が持たないぞ。うわお、うわ、柿でね。いや、もう高いな。うわぁ、柿だ、柿だ。しかし柿が取ってないのも、うわぁ、いやイチョウを取ったところがイチョウですね。全部落ちましたね、イチョウ。おお、取ったんだけども、ずっと取って歩きましたね。この柿も取りましたね。これがお寺があってですね。ああ、またこれも、これもすごい客が、柿がありますね。ちょっとオープンして。おお、これもすごいね。すごいですね。で、ここを行って、ずっと行って、この柿も取りました。そして、ここに行ってですね。もう少し行くと取った柿が見えるんですが、見えてきました、見えてきました。これですね。この柿も取りました。この柿も取ったんですね。そしてこう行きましてね、この柿も取ったんですね、実は。取りましたね。下に行って、そして、ここの柿も、この柿も取ったんですね。はぁ、いやいやいや、すごいですね。はい。どうでしたでしょうか、私のこの周りのというか地域の柿のなりを。まあ一つにはこれだけなってるんですが、あまりどこも取ってないと。我が家はこの間ちょっと姉のところに送りましたので少し取ったんですが、ほとんど周りの柿は取ってないですね。いや、昔なら柿は取っていたような気がするんですけどね。今は あまり柿が取られないようになりましたね。まあ鳥たちとか、まあ、動物のまた餌になるので、冬には動物は助かるのかな、鳥たちは助かるのかなと思ったりはいたしますがね。でも今年の柿、本当
異常なぐらい豊作です。まあこの柿は栄養がありますので、ね、我が家の柿は女房が柿をせっせと剥いでくれていますので、それを食べてですね、元気になって輝くコレクションになろうと思っております。来年はならないかな。じゃあ今年食べてしまうか。いいよ。